そんなに動かないか。こんばんは。あ、そう、ワンピース可愛いでしょ。こんばんは皆さん、今日配信始めてみました。ダメだったかな。今日風強かったね。そう、冷たい風がすごかったです。やだね。こんばんは。やっほー、見て、今日ね、髪型をちょっとおしゃれにしてみたの。見て、ほら、この辺編み込みをね、してみたの。いい感じにね、できたと思うんだよ、自分で。自分でできた、自分でやったの。そう、すごくない？今日の髪の感じめっちゃ好き。嘘、ほんと？そう、配信始めちゃった。ごめんね、急に配信しちゃって。昨日夢でみゆみゆに会えた。嬉しい。ラウラさん、どうでした？どんなどんな夢でしたか？しかもずっとそこにさ、カードスクワガチャが置いてあるんですよ。やだ。ハート、ありがとうございます。ハート、よこらせ。偶然スマホいじってたら始まった。あー、スマホいじっててよかった。このタイミングに始めてよかった。面白かった。
ごめんね、七並べしようとしてくれた方ごめんね、今日はちょっと始めてしまった。サイン会申し込んで当選しました。ヒロさんありがとうございます。サイン会チェキ会楽しみにして、サイン会かありがとう。今日はテストだった。わあ、アスカちゃんどうでした？自分の全てを出し切れましたか？ある意味に今だよね。並べながら見てくれてありがとう。明日にかけて寒くなる。そうなの？そっか、寒くなるのか。ちょっと外でね。外に行く用事があったんだけど、やめようかな。ここは卒業できそう。ああ大丈夫、任せて。卒業しますよ。会社で見てます。あ、お仕事終わりですか？それともお仕事最中ですか？どっちだろう。一体どっちなんだい。洋服どこの？これがロジータっていう服のやつです。で、上はちょっとわかんない。マーナさん、モーさん、ハートありがとうございます。ジュジュベジータ、お父さんじゃん、ベジータとか。あ、そう、配信あの45分くらいから、45分くらいまでしようと思っているので、あと30分しかないんですけど、最後まで見てください。と今日は一日お疲れ様の TikTok も出そうと思うので TikTok も見てください。私が卒業したら嫌だ。もう高校卒業なんですよ。気づけば早いね。今日腰痛めた。あららららら、どうしたの？君はどうしたの？何が起きたの？そう、大人になるんです。金崎さん、大人になります。やったね、また一つ大人の階段登るですね。ゴー。 ありがとう、アンパンちゃん、嬉しい。ほんまよ、制服がスプレーになります。大人っぽい魅力を出していってね。あら、ルートさんは大人っぽい方が好きですか？大人っぽい方が Love you?
斗くんに似合う人になりますね。じゃあ、大人っぽいも可愛いもお寿司か。うん。どっちも好きってことですね。ゆうちゃんが好きってことよね。ありがとう。うれぴーたん。事件言い残したことない。あ、たくさんある。たくさんあるよ、そりゃ JK で言い残したことなんてもうたくさん、本当に。なんかやっぱり、まあ、全日制で、いやもうなんか、まずそこで、でなんか授業終わって、全部学校が終わって、よっしゃーってみんなでどっか行くとか、どっか遊びに行くっていう、あの学校終わりにみんなで遊びに行くとか、文化祭にやりたかった、文化祭に参加したかったとか、修学旅行もね、まあ、行事全部出てないから、やっぱりなんかそういうのもね出たかったですけどね。そう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 、授業終わった後にカラオケ行こう、よっしゃ今日はカラオケ行くぜみたいなね、そういうのをやりたかったこともありました。ね、やりたかった時もあった。でもね、なんかこの活動をしているか、それともまあ JK、 もう一般人、もう本当の普通の JK やってるか、どっちが良かったかって言われたら、全然こっちの方が良かった。全然もう私は STU48 に入れて本当に良かったと思っています。いろんな人とも出会って、メンバーもそうだし、スタッフの皆さんもそうだし、そして今これを見てくださっている皆さんも、私のことを好きやと言ってくれるオニオン隊のみんなとも出会えることができたので、私は全然こっちでよかったです。そして永遠と踊っていられるので。すいません、私 DD なんです。 DD でもいいんだよ。人生楽しんで。いいんだよ、いろんな人を好きになって。STU48 のことを好きになって、というか好きで言ってくれてる、好きでいてくれるんだから、いてくれてるんだから、それだけでもとても嬉しいことです。みゆちゃんは毎日楽しそう。ああ、もう毎日楽しい、もう本当に、もう本当にありがとう、みんな。大好きだよ。門脇さんの涙の表面張力が宇宙一好きです。あららららら。宇宙一ですか。嬉しい、やば、生きがいですから。門脇さんに踊りを取ってしまった、何も残らない。嬉しい、
ダンス褒められるの嬉しいですね。ニヤニヤしちゃう。ワンワン。ダンスガチでかっこよすぎて。ほほ。やだ、なんか私がそんなこと言うけ、なんかみんながどんどん言ってくるやん。思ってないことも言ってくるかもしれんじゃん。言ってきてる、言ってきてる。48ナンバーワンの、ありがとう。まあダンサーだよね私って。だから私みたいな、なんだろう、踊り方、踊り、私みたいな踊りがすごい、やっぱあんまり好きじゃない人とかもやっぱり、まあそれは人それぞれいるよね。私のダンスがとても好きだよって言ってくれる人もいれば、私はでも極めますね、門脇流を。そう、この間、昨日か昨日レッスンあって、でなんか、なんか分けて踊ったりとかしたんだけど、な、宮一個みたいなのをしたんだけどね、その時に私は全力で踊ってたんですよ。踊ってて、でそしたら終わった時に、ひなとみなみがなんか、やばい出てきて、やばいよ顔が。そう、あのね、顔がやばかったらしいです。うん、顔がね、もうなんかずっと決まってたらしいです、もうなんか踊ってる時。めちゃめちゃガン飛ばしてたじゃないですか、多分もうドヤ顔しかしてない。多分そうって言われたの。ソロコンの時、嘘、ソロ公演、まあ、まあ一人だもんだって。早くソロ公演見たい。ああね、本当にソロ公演直で見てもらいたいですね、本当に。それはそう。キジジさん、ハト、ありがとう、ハト。洲本市文化体育館でソロ公演やりたい、ほんまに。あそこは本当に私の聖地でもあった、聖地というか、
懐かしい場所、本当に。ラウラウさん、キリリさん、カワキー、ありがとうございます。ユッポーさん、だるま、ありがとう。あ、懐かしい、ゴゴリバの街の明かりのみゆなちゃんソロダンス、そういややったね、懐かしい。うん、あ、一回だけだよ多分やったの。あれ、街の明かりチラチラ、可愛すぎたって。あら、あかりたん、ありがとう。また可愛いって言ってくれて。つわきさんとの TikTok、 ありがとう、見てくれて。制服レジスタンスもめっちゃ懐かしいね。そうよ、あーちゃんとカノンだよ、夏。やばい、てれれれって、てれれれって。スカートはウエストで5センチ折って短く履いた分自由になりたい。クロスを塗りながらしらけているのは楽しいことなんか。夏、懐かしいね。携帯の着メロなんて、うん、ありがとうございます。ルカちゃん、制服のスカートあるの？まあ、折るものがないよね、もう。制服というものがないから折りたくても折れないんだよ。あ、そう、公演が始まりますね、来てください。3月は公演あってほしいね、さすがに。なんか、ここ当たりますように。来てね、待ってる。あ、確かに3月はあれだ、確かにそうだね、周年婚があるんだ。生誕でソロ公演やりたいね、ファンの人入れて。でも本当にありがとうございます。保護シフター愛してるよ、ありがとう。
淡路島ソロ公演はなかなか難しいよ、やっぱり。こんばんは、こんばんは。みゆちゃんが作ったみさんが、あ、ほんまよ、家にあるよ。もう広島から船動かない、動かないと思う、もうさすがに。もうずっと広島にあると思うよ、記念に。池袋でのライブも、あ、そうね、確かに。いつできるんだろう。だってお顔がめっちゃ好きな顔だね、嬉しい。これが好きなの。でもさ、やっぱその子、違う公園入ってもさ、あれだよね、声が出せないのって辛いよね、やっぱり。今日の髪型めっちゃ可愛い、嬉しい、ありがとう。そう、頑張ったの。あ、もう本当に皆さんの声がめちゃめちゃに聞きたいです、踊ってて。やっぱ声聞いて私もぶち上がりたい。でも本当それ早く会って話したいの、本当それ。ことがあるんだよ、やっぱり。はい。うん、ガチ恋講座も聞きたいし、ミックスも聞きたいし、もうとりあえず皆さんの声が聞きたい、叫び声が。川に向かって、川に向かって、しかも瀬戸内の海に向かって、みゆだーって叫んでください。みゆだ好きーって。喉が潰れるくらい、もうね、本当だよ、嫌です、だって。じゃあ誰に向かってやったら叫んでくれるんですか、この際。誰でもいいよ。セルジュルダルスさん、いいね、ありがとうございました。さん、かわいい、ありがとう。こんばんは、もちもるさん、もちもる。こんばんは。バレンタイン、確かにバレンタインみたい。ちょっとバレンタインチョコは私だよって。
受け取ってくれる？ダンさんかわいい、ありがとう。声枯れてた頃懐かしい。ああ、もう本当にね、そうだよね。でも、いやでも声からしたらちょっと危ないけ、これ声からさないようにしてね。今は。皆さんはバレンタイン何もらったら嬉しいですか？チョコ、あ、チョコはチョコだと思うんだけど、チョコの中でもやっぱいろいろあるじゃん。チョコ食べれないとかあったりとかするじゃん。じゃんじゃんじゃん。あ、ももくまさんが言ってくれてる、嬉しい、ありがとう。チョコレートケーキ、あ、いいね、チョコレートケーキ。ゆきさんハートありがとう。チェントロくんドラマありがとうございます。生チョコか、生チョコ作ったことないな。ザッハトルテいいね、ザッハトルテ。チョコ苦手だからケーキ、なんでもいい？チーズケーキなら作るよ。ポッキーがいる。愛を込めてポッキー。ポッキーゲームする？ポッキー。レーズンが入ってるやつ、あ、いいね。レーズン、レーズンパンめっちゃ好き、私大好き。本当にタチョコにかぶりつきたい。え、でもわかる、めっちゃそれ、その気持ち。もうなんかクリってやりたい。え、さすがにさ、なんか板チョコにさ、こうなんかかぶりつけんじゃん、やっぱ普通さ。でも、あ、罪悪感なくかぶりつきたいね、板チョコに。スニッカーズ、スニッカーズ食べたことないんだけど。ポンタ、ゆき、ハートー、ありがとう。ハートー。チョコもなくジャム、バニラもなくジャム。え、どっちが好き？私チョコの方が絶対好きな。私あれが好き、ガルボ。ん？ガルボで合ってる。チョコレート写しして妻のキスさ、つまんない、斜めから打ち込んでチョコ手で溶かして、あ、舐めていいの。やらしい。ピスタチオのチョコおいしい。え、わかる。私ちょっとね、食べかけなんだけど、食べかけなんですけど、これがね、美味しかったの。ピスタチオのびっくりサン、びっくりサンダー。全然違う、ブラックサンダー。これがね、結構美味しかったです。わ、美味しくね？って思った。あ、ピスタチオ好きじゃけ。食べさせやったけど、食べる？食べますか？うん、はい。ということで、もうね45分になってしまうので配信終わりたいと思います。皆さん、配信見に来てくれてありがとうございました。今日はお話し会があったんですけど、お話し会に参加してくれた方ありがとう。平日だったのにもかかわらず来てくれて、おかえり。お疲れ様、ありがとうございました。本当に
また明日もお話し会があるので参加するよという方はお待ちしてます。明日も待っててくださいね。いや今日歯医者さんに行こうと思ったら歯医者に行けなかったんですよ。だけそれだけでは皆さんまた明日の朝お会いしましょう。私は本当にねもう皆さんに出会えたことが本当に嬉しく思っています。皆さんとこうしてたくさんたくさん愛を深めることができて嬉しいです。今見てるみんながラブユーハートですよ。いつもいつもいつもありがとうございます。私のために。10歳ガミちゃん、12アアンパン、11ベバミン、11マッコイさん、9位が夏みかんくん、8位しんじくん、7位六五子さん、6位ななさん、5位ふさ、4位ポンタース、第3位がふうさん、ありがとうございます。第2位がもうさん、ありがとう。そしてそして今日の第1位がきーじーじさんです、ありがとうございます。ありがとうございました。頑張って髪の毛をやりましたっていうのをみんなに言いたかったのと、今日のこの服も可愛いでしょっていうのを伝えたかったありがとう皆さん。写真をね撮れてないのでもうないんですけど、今日限定です。じゃあまた後で、後で、あの TikTok あげるけん見てね。バイバーイ。いいよ。